モイネロ、一回でブリル。まあ明日明日今日は負け負け。引っ込め引っ込めモイネロ行くかい？石川が一番マシやん、先発いい加減にしろよ。モイネロ左マートも取れずにすでに3失点、これはひどい。有原はハムのおやつだし、モイネロも攻略されたんじゃシリーズ敗退確実だな。レイエス獲得はコンオフの史上命題だな。 DH 枠が埋まってしまうけど、まだ防御率は1点台だが、これ以上悪化させたくねえ。テカニチシリーケルのか心配になってきた。東は松川ワンのかな。リバンもイネロ頑張れ。この試合以外にもほとんど先制取られすぎ問題。長い回投げようと思って最初消死力抜いてるんじゃねえの。何でホークス戦前にスティーブンソン落とすんだよ。マーシーエスは無理やろ。この投手陣ではとてもじゃないけど無理。もう日ハムに勝てないだろうな。有識者たちの見立てでは CS でボコボコにされる。しかし1回表で終了かよ。モイちゃんも何か軽いんだよな。単純に疲れやろ。唯一ローテ守った2人がここに来て失速は、とっとと1回休み取らせとけばよかったのに。根性論者は。ご視聴ありがとうございました。